11月29日、坂出市教育会館を会場に、坂出市教育委員会とウォータースタンド株式会社との SDGs 教育の推進に関する協定書調印式が行われました。坂出市は今年令和5年4月にウォータースタンド株式会社とプラスチックごみ削減に関する協定を締結し、プラスチックごみ問題の解決と地球温暖化の抑制に向けた取り組みを進めてきました。今回、坂出市教育委員会がこうした市の方向性と同調し、児童・生徒時代から環境問題に関心を持ってもらおうと、ウォータースタンド株式会社と提携を結ぶもので、四国では初めての取り組みとなります。調印式には、ウォータースタンド株式会社関西支社支社長の丸山清春さんと、高松営業所所長の森谷平尾さん、坂出市からは山田教育長らが出席しました。ウォータースタンドが提供するナノスタンドは、水道水をミネラル分はそのままで、匂いなどを独自のフィルターを使い除去することで、安心安全な水道水をおいしく飲むことができ、児童の健康維持にもつながるものです。調印式を終え、ウォータースタンド株式会社関西支社支社長の丸山清春さんから挨拶がありました。今後もですね、弊社としては全国に一応こういった給水スポットを広げることによってですね、特に今回教育委員会ということで、小中学校の今後の未来の世代のためという形の中で、熱中症対策ですとか、これ年間通してやっぱり、生徒さんは衛生管理という形で水分補給が必要になっていると思います。で、そういった部分でのまず衛生管理としての観点での協力が1点で、もう一つはやはり SDGs の勉強を一緒にですね、大きな問題として捉えると非常に捉えにくいんですが、一人一人が水筒を持って、水筒でお水が汲める場所があれば、そこでお水を汲むことによって、1本でのペットボトルも減らせると、そういった活動を、実際に自分たちで行動していただいて、行動変容を起こしていただいて、未来につなげていただきたいなっていう意味合いも含めてですね、教育関連様とそういった提携も結びながら活動していきたいと思っておりますので。今回給水スタンドが設置されるのは市内12の小中学校です。この日午後からは坂出小学校や坂出中学校、林田小学校に設置され、2週間程度で全校に設置される予定となっています。坂出市教育委員会では、マイボトル用の給水器を提供してもらうことで、児童生徒らがプラスチックごみの問題解決や地球温暖化などの環境問題に関心を持ってもらいたいとしています。